長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、ドゥドゥン。はい、シルバニアファミリー街のおしゃれなデパートデラックスセット。はい、ということでこちらデパートセットになります。前に動画でシルバニアファミリーの新作の発表会に行ってきたやつをあげたと思うんですけど、その時は発表前でその場で遊ぶことしかできなかったんですけど、ついに手元に届きました。めちゃくちゃ可愛いので今日はこちらご紹介していきたいと思います。パッケージはこんな感じになっております。もう見るからに豪華ですよね。でデラックスセットなだけあって、もうこの一つでデパートの一式小物類も全部揃っているセットになります。で右上にここちょっと見えてると思うんですけど、この子も今回このシリーズから発表されたショコラウサギのお姉さん、デパート内のお店のドレスショップで働いている店員さんです。今回のシルバニアは今までの雰囲気とはガラリと変わって、大人もつい欲しくなってしまうようなね、インテリアにもできるとってもおしゃれなシリーズなのでね、私も手元に来るのが本当に楽しみでした。それでは早速開けていきたいと思います。セット内容はこんな感じです。めちゃくちゃたくさんあるので順番にご紹介していきたいと思います。まずこちらデパートの本体になります。めちゃくちゃ可愛いですね。でまっすぐ使ってもいいし、 L 字にして真ん中にこうやってね、デパートの入り口を置いたりしてもとってもおしゃれですね。外観はねこんな感じで、壁に彫刻が彫られていたり、窓枠っていうのかな、こういうところも細かくデザインされてたりとね、いろいろしてます。そして中の方もねすごいんですよ。ここにはお店を自分で置くことができて、なんとデパートにはエレベーターもついていて、ショコラウサギのお姉ちゃんがエレベーターに乗る。そしてエレベーターがちゃんと閉まります。そうして上にガーンと上がってくることもできます。だーん、すっごい細かい作りですね。そして続いて細かいパーツ、まずこちらがコスメショップの一式セットになります。でね、とっても細かくてちょっと見えるかどうかわからないんですけど、ここメイクブラシまでね置いてあるんですよ。あーね、今こぼれて分かった通りね、本当に一つ一つ細かくて、香水もこうやって置いてあります。メイクパレットがあって、その横めっちゃくちゃちっちゃいからね、ほんと分かりにくいかもしれないんですけど、メイクブラシです。めっちゃ可愛いですね。そしてお姫様感あふれる椅子、いやー素敵なお店です。続いてそのお隣、チョコレートショップ一式セットになります。高級感あふれるソファー、お皿も1枚1枚あって、ここにはフォークもあります。よいしょ、ちっちゃいフォーク。でこれがチョコレートとか陳列されているカウンターで、ここねこれめっちゃ可愛くて、このデパートの形のしたチョコレートになります。で後ろから見てみましょう。じゃだーん、棚まであるんですよ。だからここにいらないお皿はしまっておいたりすることもできます。そしてこちら、よいしょ、マカロンね、すぐどっかなくしちゃいそうだから大切に扱っていきたいと思います。さあ続いていきましょう。ここがショコラウサギのお姉さんが働いているところになります。ドレスショップです。こんな感じでトルソーが置いてあったり、全身鏡、あとはここ洋服がかけられています。そしてそのお隣行きましょう。ここはアクセサリーショップです。帽子とか日傘、バッグ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 、カチューシャも2個置いてあります。でしかもショップバッグまであるので、こうやってお買い物したらこのカバンを持ってさあ帰りましょうっていう感じで帰っていくんですかね。ということで細かいゾーンは以上になります。あとは窓枠とか柵とかデパート本体にくっつけていくパーツですね、そういうものが入っています。早速組み立てていきたいと思います。緊張する、これも緊張するな。こんな感じかな、よいしょ。続いて窓を取り付けていきます。でね、デザインが2種類あるので好きな方を取り付けられます。で外側の窓と一緒に内側にも窓枠があるので、中から見てもとってもおしゃれになります。よいしょと、これをつけて、よいしょ、だんだんデパート感が出てきました。
よいしょと。よいしょ。デパートの外観完成しました。とってもおしゃれじゃないでしょうか。で、あとはさっきの細かいお店のやつを中に入れてディスプレイしていきます。お母さん、明日花輪くんのお家のパーティーに招待されたの。それでみんなおしゃれしていくって言うんだけど、私も新しいお洋服欲しいなって思って。あら、そういうことならこの間オープンしたばかりの銀座シックスにでも行ってみましょうか。お母さんも初めて来るんだけど、どんなお店なのかしら。すごい綺麗なお店ね、お母さん。うさこ、緊張するわ。うさこ、ここは回転扉だから気をつけるのよ。わかった、お母さん。じゃあお母さんから先に入るわ。よいしょ。ガラ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 。うさこも入ります。ちょっとうさこあんまり押さないで、お母さん降りられないわ。ごめんなさい、お母さん。ちょっと待ってよ。ゆっくりゆっくりゆっくり進んでちょうだい。ストップ。はい、じゃあお母さんが先に降りるわね。よいしょ。すごいわね、回転扉。とっても楽しかったわ。いらっしゃいませ。まあ素敵なチョコレートショップだわ。お母さん、美味しそうなマカロンがたくさん並んでるね。お母さん、マカロン食べてみたいな。うさこ、マカロンは危ないわ。あなたは今まで森で野菜しか食べていないのよ。そんなあなたがいきなりこんな高級なマカロンなんかを食べたら胃がびっくりして倒れてしまうわ。そうだね、お母さん。うさこ、今まで野菜しか食べたことない。こんなところで倒れるのは嫌だわ。次へ進みましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。私はシルク猫のお姉さん。メイクアップアーティストをやっています。そしてここは私のお店のコスメショップよ。うわー、お母さん、素敵な香水や可愛いコスメがたくさん置いてあるわ。そうね、うさこ、たくさん置いてあるわね。でも気をつけなさい、うさこ。若いうちから化粧していると将来そのお肌ボロボロになるわよ。そうだね、お母さん。若いうちからそんなに肌にストレスかけちゃいけないね。ただでさえストレス溜まっていくのに。そうよ、うさこ、少しでもストレスは減らしておくの。じゃないと私たちうさぎはすぐにストレスが溜まっていっちゃうから。わかったわ、お母さん。じゃあこのお店から早く立ち去るわよ。じゃあうさこ、エレベーターで2階に行きましょう。まずはこのエレベーターの扉を開けるのよ。扉が開いたらそのまま乗るの。そして扉を閉めるのよ。うさこ、2階で待ってるわ。着いたわ。うさこ、今エレベーターが下に行くからそれに乗るのよ。来たわ。これがエレベーターね。扉を開けて、よし。そして乗るのね。着いたわ、お母さん。このお店はたくさんアクセサリーが置いてあるわね、うさこ。とっても可愛いわ。でもアクセサリーを選ぶ前にまずは洋服から見てしまいましょう、うさこ。そうだね、お母さん。私の今日の目標はお洋服だったわ。じゃあ次に進みましょう。いらっしゃいませ。あれ、お姉ちゃん、あなたはシルバニアの街のおしゃれなデパートで勤務してなかったっけ。そうなの、お母さん。本当は街のおしゃれなデパート勤務だったんだけど、銀座に憧れちゃってこっちにお店を移転しちゃったわ。あらあら、お姉ちゃんはミーハーね。あら、うさこ、そんな格好できたの。だってうさこ、お洋服これしか持ってないんだもん。じゃあうさこにぴったりのお洋服があるわ。この赤いドレスなんかどうかしら。わあ、とっても可愛いドレスだわ、お姉ちゃん。うさこ、それ着てみたいわ。じゃじゃーん、素敵なドレスね、お姉ちゃん。特にこのブローチ、うさこ、これ気に入ったわ。じゃあうさこ、せっかくだからそれに合うアクセサリーも見ていきましょうか。このカチューシャなんてどうかしら。パールのカチューシャ、とってもエレガントで可愛いわ。お姉ちゃん、これはなんかおかしいわ。そうね、
ちょっとおかしいかもしれないわ。じゃあ次はこっちの青いカチューシャなんてどうかしら、うさこ。つけてみるわよ。じゃじゃーん。お姉ちゃん、これもなんかおかしくないかしら。そうね。なんか丸坊主に見えるわ。うさぎってカチューシャあんまり似合わないのよ。落ち込まないで、うさこ。これをつけてみるといいわ。じゃじゃーん。あら、ぴったり。うさこかわいいわ。それが一番似合ってる。うん、お母さんとお揃いみたいでとっても似合っているわ、うさこ。じゃあ私これにする。無事洋服が買えてよかったわね、うさこ。うん、お母さん、これで明日パーティーがものすごく楽しみになるわ。買ってくれてありがとう。ということで今日はシルバニアファミリーの街のおしゃれなデパートデラックスセットを組み立てていきました。もうご覧いただいた通りね、ほんと一つ一つの作りが丁寧で細かくて、今までのシルバニアファミリーももちろん可愛かったんですけど、その可愛さとは違うエレガントさっていうのかな、大人でも本当に楽しめるような作りになっているので、よかったらチェックしてみてください。で、今回のこのデパートセットは結構場所も取る大きめなものなんですけど、この他にもジェラートショップとかレストランとか、もうちょっとねちっちゃいサイズのものもあるので、そっちの方もねとっても可愛いんですよね。で、またインスタとかさ、私最近インスタ更新してないんですけど、もうインスタ映えするようなこのね、もう本当に本当に可愛いんですよ。なのでね、ちょっとちょいちょい写真撮ってアップもしていけたらなと思います。めちゃくちゃ可愛いので、ちょっとこのままインテリアとしてどこかに飾りたいと思います。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。